はやとチャンネル。こんにちは、はやチャンネルです。暑い夏がやってきましたね。暑い日が続いてますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。オリンピックもね、始まりましたね。で、今回は釣り具のね、セットをご紹介したいと思います。イエイ。Amazon とかでね、釣り具をね、結構比較的安くていい商品をね、ご紹介されているゴチューさんからね、今回釣り具のセット発売されてね、ご提供いただきましたんで、これね、遊び心満載のね、商品になってます。皆さんとね、また一緒にね、見ていきたいと思いまして、ご紹介したいと思います。それではね、早速こちらです。今回の品はこれ、ちゃんちゃかちゃんちゃんちゃーんということでね、いつもみたいにね、開けるところから、はい、ということで今回ね、2種類ハヤトチャンネルね、ご提供いただきました。この中にね、竿、それからリール、その他釣り具っていうね、この3つのものが入ってます。で、バッグがね、ついてて、そのバッグの中にそれらがコンパクトにね、収納されてるっていうね、非常にね、楽しそうですよね。で、2種類ね、ご提供いただいたのは、竿の長さとかリールの番手にね、いくつか種類があって、今回一番長い竿3メートル、それからね、その3メートルの竿にセットになっている3000番のリール、それから一番ね、短いタイプの 1.8 メートルの竿、それから2000番のリールがセットになってるっていう、このね、2種類をね、ご提供いただいてます。これ2つね、早速ね、開けていきたいと思います。はい、なんか小学校の時とかのね、習字のセットにちょっと似てますよね。お習字のセット、箱もね、しっかりしてる、うん、布地でね。で、チャックがね、こう2つついてるタイプで、こういう風にね、開けますね、ね。はい、じゃんじゃじゃーんと、おー、リールはね、パッと見、糸がね、巻いてなくて、P ラインもね、セットになってるんですね。これね、3号の 150m、 このね、リールに自分で巻くわけなんですね。すごいですね。これリールのハンドルですね。リールのハンドル、竿、これ振り出し竿になってます。それからこれはね、ルアーボックスになってるんですけど、今回のこの釣り具のね、セットのコンセプトはね、入ってる商品の中身を見る限りですけれども、ルアー、うん、ルアー釣りが、まあ、もうこれだけでできるみたいなね、ことになってます。で、まあ、これを使って、まあ、ルアーだけじゃなくてね、投げ釣りをしてみたりね、ちょい投げしてみたり、サビキ釣りをしてみたり、それから、この中に入っている道具を使って、ルアー釣りをしたりね、できると思うんですね。これから夏にね、ぴったりのね、アイテムなんですけど、プレゼントにもね、これ、いいですよね、プレゼントにね。それから、まあ、子供さんとか、女性の方とかね、あるいは初心者の方が最初に使うのに非常にいいです。いろいろ揃えるとね、結構お金かかりますけれども、まあ、こうやってコンパクトになってて、かつね、それなりにいいものだったら、もうそれだけ買ってしまえばね、いいっていうことになりますんで、まあ、旅行とかね、出張とか行くとき、まあ、旅先ですよね。これ1個持っていけば、非常にね、祭りが楽しめるということです。中身はね、自分でまたアレンジすればいいわけですから。はい、2つね、並べてみましたということなんですけれども、中に入ってるものはね、ほぼ同じです。違うのはこのね、竿、ロッドね、ロッドの長さと、それからこのリールの番手、大きさですね。はい、で、このリールとね、この竿だけ、あとのものはね、同じなんで。はい、これ P35 ってね、結構強いラインですよね。この辺はね、お好みで自分でね、アレンジすればいいと思います。自分が好きなようにね、楽しむっていうのがね、釣りの楽しみなんでね。リールもね、いいですわ。これゴチュールさんのロッドって2つね、2種類ご紹介しました。4分割されるパックロッド、それから2ピースのね、シーバスロッド、本格的なやつね、2回ね、ご紹介したんですけど、リールって初めてですよね。うん、リールって初めて。僕はこう、右で巻いてるので右巻き用で、左で巻く方はね、左巻きでね、作ればいいと思います。これね、3000番のリールですけど、非常にね、巻き心地いいですね。ほら、滑らかです。ここもね、ちゃんと逆回転もついてるし、最大ドラッグ力は 7.03kg っていうことですね。ね、非常に全然遜色ない。このリールだけでもね、かなりお得かもしれないですね。3000番
このね、小さい方のね、リール2000番の方も、これもね、アジングとかね、ネバリングとかね、ちょっとしたね、ほんとね、ライトな竿でピュッてやるね、釣り、ちょい投げでもいいし、もう最高だと思う。キス釣りとかでも使えると思うしね、全然いいと思う。足元さびきとかでもね、もう十分だと思います。ドラグ性能はね、5.44kg という風になってます。このお値段なんですけれど、こっち側のね、大きい方のセット、これがね、なんとね、6998円、7000円以下。で、こっちのね、小さい方のね、2000万のリールが付いてる方、これがね、5998円で6000円以下っていうことでね、こっちは7000円あれば買えるし、こっちは6000円あれば買えるって、かなりね、これ、お買い得じゃないかなって。これは、別にひいきしてるわけじゃなくて、触ってみてね、本当に僕が持ってるリールの中でもね、滑らかな部類ですよ。これいいっすね。この2000番とね、1.8 メートルの竿。これかわいいな。すごいかわいい。これいいよ。これなんかまさにですね、出張とかね、旅行とかね、行くときね、これ持ってったらね、全然釣りできますね。竿もね、全然チャチくない、カーボンで。これもね、虹色にね、輝いてますね。非常にね、コストかかってますね。このキャップもね、結構ね、いい材質使ってますよ。はい、竿とね、リールについてなんとなくね、分かっていただけましたでしょうか。それじゃあね、これはね、後ほど釣りしますんで、それで見てください。かなりこれ、楽しい。いいサンゴ。これをね、ちょっと巻いてみたいと思います。実際はね、2000番とかだったら、もちろん PE ラインだったら1号以下でもいいし、まあ、この3000番だったらね、1号とかね、まあそれぐらいでやってね、ルアー釣りとかしてもいいと思いますけれども、あんまりね、巻きすぎないようにね、これぐらいでいいと思います。全然余りますね。全然余る。余った分はね、もうこれ大事に取っとけばね、これもまた使えると思います。はい、3000番のリールの方もね、巻いてみましたけれども、糸はね、余りましたね。2000番よりは結構余りは少ないですけれども、ドラグも機能しますね、ちゃんと。例えば浮き釣りとかする場合ね、ナイロンの方が良かったりしますけれども、泳がせとかね、そういうのはナイロンが良かったりしますが、全然ね、僕ね、 P ラインでやったりしてますんで、アジングとかね、メバリングとかするときにはピュッとね、軽いルアーとかをね、投げなきゃいけないんで、もっとね、ライン細いやつがいいと思うんですけれども、普通に遊ぶ分にはね、 PE の3号とかってね、もう贅沢ですよね。これで十分だと思う。初心者の方とかね、普通に遊びで釣りをする分には全然大丈夫です。はい、それでですね、この P ラインは直接ね、結ぶやり方もありますけれども、リーダーって言ってね、ショックリーダーを先の方に結んでからね、普通使うんですけど、これ全然直結でもね、使えます。で、これ結び方をね、覚えておかないと、結構 P ラインってね、スルッと脱げちゃったりするんですよね。で、それ後ほどね、この動画のね、最後の方でもね、ご紹介しようかなと思ってますね。最後までね、見ていただければと思います。 P ラインのね、いい結び方。はい、付属品のご紹介です。まあ、基本的にはね、ルアーが入ってるんですよね。なんとね、スナップとかもね、入ってんですよね。ちゃんと素晴らしいですね。その他ね、こうジグヘッドが入ってたり、シンカーが入ってたり、あとはね、こうブラックバスで使うようなね、こういう針、あとワーム系ですね。マゴチとか釣れそうなワームですよね。一通りね、ちょっと全部ね、並べてみましょう。はい、全部出してみましたということです。ジグヘッドがね、2つ、それからワームが4つで、ミノですね、黄色いタイプのミノ、中にね、ラトル入ってます。メタルジグかな、結構軽いですけどね、軽めのメタルジグで、それとスプーン、シルバーとゴールドのスプーン、
ね、これね面白いねスナップなんですけど、1,2,3,4,5 5つついてましたね。はい、これスナップ、これとこれとこれとかね組み合わせてもいいし、まあなかなか底物を狙ったりね面白いんじゃないですかね。ミノーもあるしね。はい、まあ何を買ったらいいかわからないっていう人にとってはもう竿とリールとね糸もついて、しかもこういうルアーとかもあるしね、あとこれにサビキとかねちょい投げ針とか重りとか少しね買い足してあげればもうほんといろんな釣りができますよね。はい、ということでね、竿とリール、それから付属品のご紹介をしました。じゃあ早速ね釣りに行ってみたいと思います。リールの巻き感もいいですね。PE がね、もっと細かったらもっと飛ぶな。お、来た。お、来た。やべやべやべ。おお。おお、やべやべやべ。おお。なんだこれ。うわ。でっけ。うわ。なんだこれ。うわ。めっちゃ食ってる。うわ。でっかサバ。うわ、なんじゃこれ。うわ、よし、イソザオにゴチュールのリールをつけて、こういうね使い方もねできると思います。ちょい投げでハゼ釣りしてみましょう。このね 1.8 メートルの竿で、かわいいよねこれ、すごいかわいい、かわいいです。2000番のリール、超かわいい、超かわいいぜこれ。餌をつけてね、この辺にちょいっと投げるだけ。いいね、可愛くて、こういうなんていうのか小物遊びにちょうどいい。ただ P ラインはね3号だからね。用途に合わせて巻き替えてもいいし、そのまま使ってもね別にチートだから、多少ねナイロンよりはこう取り扱いがね難しいけれど、全然もうちょっと遊ぶには問題ない。なんて言ったって短くてね、やりやすいね。お、来た。おー、いいね、プルプル。おい、おい、ハゼ。はい、ということで今回はゴチュールさんから発売された釣り具のセットをご紹介しました。何をね買ったらいいかわからないっていう方とかね、初心者の方はね、とりあえずこの竿とリールがあればね釣りはできると思います。これから暑い季節ね、釣りにお出かけすることもレジャーの中であると思いますので、
もしお手元に釣り具がなければね、こういうものを買って、手元でね、まずは軽く始めてみるっていうのもいいかもしれませんね。はい、動画のね、概要欄の方に商品へのリンクは貼っておりますので、気になる方はチェックしてみてはいかがでしょうかということでした。はい、今回も参考になっていただければ幸いです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。はい、 P ラインね、直結でね結ぶやり方ですけれども、リーダーをね使わないでこういう風にね先端をまず一回折り返します。折り返す先端をね、こういう風に折り返しました。でここをねこういう風にこう持って、で一回輪っかをねこう作ります。で輪っかをねこういう風に作ります。はい、でこれで3回ね、この輪っかの中に通します。で2回ね、で3回、でこういう風になりますね。はい、でこういう風になりますね。ね、こういう風になりますね。でピューと引っ張ってあげると、もうこれだけです。これだけで先端にね輪っかができてるんですね。こういうふうになってます。でこれをギュッとね絞ってあげる。これギュッとね絞ってあげる。この輪っかにね指を入れてグッと絞る。そうするともうこれでね OK です。はい、これでねもうね OK です。でこの余った糸を切ってあげて、この輪っかになったところにねスナップとかを通してあげればもう完璧。これ強度も結構あります。はい、